KKJ、RJFR 初代北九州空港の位置2006年3月15日まで運用されていた北九州空港は、福岡県北九州市小倉南区大字曽根に位置し、国土交通大臣が設置管理していた日本の空港である。新北九州空港の開港に伴い運用を終了し、跡地は北九州空港跡地産業団地として整備されている。太平洋戦争の最中、当時の小倉市曽根に大日本帝国陸軍の曽根飛行場として誕生した。終戦後にアメリカ軍への接収を経て1961年より民間飛行場に転用され、北九州都市圏の空の玄関口として運用されていた。旅客定期便の運用が始まるまでは、グライダーの練習場として使われていたこともあった。民間飛行場としての運用開始後は、全日本空輸が YS-11 などのターボプロップ機により、大阪、東京便を運航していたが、東以外の3方を山に囲まれ霧が立ち込めやすい、立地から、欠航率が高かった。さらに1975年に、山陽新幹線の岡山駅博多駅間が開業したことに伴い利用客が減少。輸送量増と高速化のためには1500メートルしかない滑走路を延伸するジェット機への対応が不可欠であった。しかし滑走路の一方は山に阻まれ、もう一方も曽根干潟に面しており、環境保護の観点から、埋め立てができないという立地条件のため滑走路の延伸を断念。1983年に定期便が廃止された。このため、1970年代からジェット機が就航可能な2500メートルの滑走路を持つ空港建設を目指す検討が行われた。度重なる陳情の結果1981年の第4次空港整備計画に採択され、神田町沖の土砂処分場への新空港建設が決定した。新空港の完成までにはかなりの期間を要するため、1988年、新空港開港までのつなぎとして、現空港を利用して定期便を再開することが決定し、滑走路 MD-87 が離着陸可能な1600メートルに延長し1991年。日本エアシステムにより、東京便が開設された。後に、北九州空港を拠点とする、スターフライヤーを創業する、堀孔明は当時日本エアシステムに在籍しており、定期便再開を目的として滑走路延伸の働きかけを行っていた。定期便は再開したものの当初は、便数が1日に往復であり、北九州空港と比べて、便数やアクセス手段が充実し、ボーイング747など、大型機の離着陸も可能な福岡市の、福岡空港と利用圏域が競合し、福岡市地下鉄空港線の延伸で、福岡空港の利便性が向上すると、反比例するように利用が低迷していたが、最大1日後往復にまで増便され利便性が向上すると、利用客が増加していった。2006年3月16日、北九州市と神田町にまたがる周防灘沖の人工島に新たな空港を設置し、運用を開始したことに伴い、空港機能は新空港に引き継がれ、新空港開港前日の3月15日をもって、旧空港の運用を終了している。なお、名称の正式な移転は2008年6月の空港法改正を、待たなければならなかった。廃止時点において、飛行場管制業務は行われておらず、国土交通省大阪航空局北九州空港事務所航空管制運航情報官が、飛行場対空援助業務を行っていた。曽根飛行場時代の空中写真跡地の再利用構想については、2004年に北九州市の意見表明が、翌年には国有財産九州地方審議会からの答申が出された。その後、2006年5月の北九州臨空産業団地へのトヨタ自動車九州の展開を受けて、11月に北九州空港移転跡地と地利用計画が策定された。これは跡地を医療生活、新産業、環境保全の3地区に分けて利用する計画である。以下は、供用終了直前のデータである。ありがとうございます。